そろそろ次の駅に出発する。ラウンジに行ってみんなと合流しよう。よし。車掌さん、まだ来ないの？パムでも油を売ることがあるのね。うん、待たせたな。重要なことじゃから準備に少し時間がかかってしまった。うん、そんなに重要なことって何？乗客の諸君は知っとるじゃろうが、次の列車の目的地は宴の星ピノコニーじゃ。皆が宇宙でも有名な星空ホテルをずっと楽しみにしておったことは俺も知っておる。じゃが出発する前に改めて3つのことを注意しておきたい。1つ目、ピノコニーが位置するアスデナは屋室が充満しとる星系で、歴史的に記憶域から漏れ出した大ホールの一つでもある。数千年の歳月が経ってもこの先の屋室の濃度は平均値よりも高い状態を保っておる。普通なら大した問題ではないのじゃが、人それぞれ体の状態は異なるからな。めまい、幻覚、記憶の混乱などの症状が現れた場合はくれぐれも油断せぬように。2つ目、ピノコニーは調和のファミリーの領地であり、ファミリーが他の派閥を公に招待するのは今回が初めてのことじゃ。列車も客として招かれとる以上、守るべきルールはしっかり守ること、これを忘れるでないぞ。わかった、合に入っては合に従えってことだね。安心して車掌さん、七死人の顔に泥を塗るようなことはしないから。最後3つ目じゃが、これは注意というよりも無理を承知で俺からみんなに頼みたいことがある。できれば休暇の合間に数人の七死人に関する情報を探ってきてもらいたい。私が説明するわ。列車が停車するほとんどの世界と同じように、ピノコニーも銀器場にある駅だったの。数千年前、そこはまだカンパニーの辺境の監獄で、開拓がそこと数千もの星々をつなげていた。当時星宮列車もピノコニーを訪れたことがあって、旅に出会いと別れがあるように、記録によると数人の乗客がピノコニーに残り、そこを自分の終着駅としたの。あまり深刻に捉えないで。ただ過去の停車駅に戻るだけだと思ってちょうだい。列車が去った後、性格は各世界を遮断した。そしてピノコニーの主も幾度となく変わったわ。そこに残った七死人たちがその後どんな暮らしを送り、どんなことを経験して、この世界にどんな痕跡を残したのか。先人たちの足跡を追うことも一種の冒険でしょ。星空から離れたとしても七死人の開拓が終わることはない。パムもそう思っているのよね。乗客名簿によると、当時下車した3人の乗客の名前はティエルナン、ラグウォーク、ラザリナ、それぞれ列車の護衛、整備士、測量士だったらしいけど、それ以外の情報はないわ。名前と職業だけ？聞いた感じ本名じゃなさそうだし、星草の中から針を見つけるようなものじゃない？とにかく成り行きに任せればいいわ。七死人の多様性を考えると、彼らの子孫を見つけられるかもしれないし、確率は低いけど本人にも会えるかもしれない。それじゃあ今回の航路会議はここまでにしましょう。跳躍までまだ時間があるから、
もう少し荷物の確認に時間をかけていいわよ。跳躍が始まる前に俺が放送で知らせてやるからな。跳躍までまだ時間がある。みんなと話をしようかな。どうだ、出発の準備はできたか？ファミリーの領地なら刺激的なこともあまり起こらないだろう。俺からすれば少しもったいない気もするが、せっかくの羽を伸ばせる機会だ。存分に楽しんでくれ。冒険の旅は確かに胸を高鳴らせるが、適度にリラックスすることも大切だからな。ただリラックスしている間もパムの頼みを忘れないでいてやってくれ。パムは俺たちのためにいろいろなことをしてくれた。今回は俺たちが報いる番だ。やっぱりあんたは冷静ね。美月ちゃんなんてピクニックに行く子供みたいに大はしゃぎしてるのに。真顔で冗談を言うのもあんたの特技だったわね。ただ今回のファミリーの正体についてはいくつか気になるところがあるの。それについて話し合いたいんだけど、今はやめておきましょう。まずは楽しい休日を満喫してちょうだい。ベルトさんと話したんだが、今回は俺が列車に残ることにした。お前たちは思う存分ピノコニーを満喫してきてくれ。お前の気持ちはありがたいが、あまり騒々しいところは好きではないんだ。列車の仕事も誰かが残ってやる必要がある。先週のことは気にしなくていい。ピノコニーは旅の終着点ではないし、この先も長いからな。ある程度片付いたら俺もお前たちを追いかける。お前も荷物の確認は念入りにした方がいいぞ。ファミリーのイミグレーションは手続きが面倒だと聞く。ホテルにチェックインした後に忘れ物に気づいたとしても後の祭りだからな。カメラよし、着替えよし。洗面用具は、うわ、最悪。この前注文した旅行用の詰め替えボトルがまだ届いてない。でもピノコニーのリゾートホテルって超高級だって言うし、きっとアメニティも悪くないよね。これならもう少しスーツケースのスペースを空けられそう。他に何を持っていこうかな。あんたなんかスーツケースに入るわけないじゃん。自分で歩いて。小説か漫画でも持っていこうかな。そうすればホテルの部屋でも退屈しないし。でも本って重いんだよね。迷うな。他に何を持っていこう。そろそろ時間だ。席に座ろう。よし。乗客は注意せよ。間もなく跳躍を開始する。間もなく跳躍を開始する。席に座って近くのものに捕まるように。間もなく跳躍が始まる。Thank you.
また一人。ついてこい。その質問には意味がない。だが、できる限り説明しよう。ここは現実と記憶域の境界、無境だ。今この瞬間、あなたと私は偶然にも同じ夢を共有することになり、互いの思考の中に現れた。これは私たちに対する夢の力の最初の挨拶だ。何も心配することはない。あなたはすぐにこの夢から目覚める。ここでの出来事はすべて忘れ、かすかな落胆が残るだけ。こうした忘却は朝を迎えるたびに起こっている。私たちにとってはすでに慣れ親しんだ日常だ。ついてこい。あなたを家に連れて帰る。左側、廊下の突き当たり。そこであなたを待っている。私はそこにはいない。戻ってくれ。巡回レンジャー、ヨミ。周りからはそう呼ばれている。あなたもそう呼んでくれて、そのドアを開けて、美しい無境を覗いてみるといい。まだ記憶があるうちに。これって。こっちだ。先に行け。壁の上を歩けってこと？本当にできた。何を驚いているんだ？私の考えてることがわかるの？何を驚いているんだ？もうすぐ着く。まだ歩けるか？面白い。冗談を言う余裕があるなら大丈夫だろう。立ち止まるな。振り返るな。下を向くな。上も見るな。どうやって彼らを巻き込むつもり？ありのままの真実を伝えれば、彼らの方から飛び込んでくるでしょう。この声はただの無境の影だ。気にしなくていい。このギャンブラーめ、何を根拠に自分が勝てると思ってるんだ。チップ3枚で十分。オールオアナッシングだ。調和セレモニーのステージはあなただけのものです、ロビン。でも、もし上手に歌えなかったら、ステージに何の意味があるの？メモキーパーちゃん、無事にここから出られると思う？ごめんなさいね。お気に入りのダンスパートナーはもう見つけているの。着いた。
レバリーへようこそ。忘れられないリゾート体験をお楽しみください。チェックインが必要な方はフロントまで進んでください。ここから出ていくんだ。いつもと同じように目覚め、この偶然の出会いを忘れ、元いた場所に戻るといい。ただ別れる前に一つ聞きたいことがある。少し奇妙に思うかもしれないし、失礼だと感じるかもしれないが、それでも教えてほしい。私たちはどこかで会ったことがあるか。あなたは昔の友人を彷彿とさせる。おぼろげな記憶だが、私と彼女はとても親しい間柄だったのに、この奇妙な夢のように近くにいるのに手が届かない存在だった。もう少し聞いてもいいか。私はよく忘れてしまうから、記憶よりも感覚で物事を捉えるようにしている。答えが正しいか否かは重要じゃない。重要なのはその時のあなたの反応だ。例えば客室で目を覚ました時、あなたはいくつかの名前をつぶやいていた。彼らは仲間か家族か、それとも敵か。あなたは多くの人々、多くの物事と強い絆を結んでいるようだが、その絆を失うことに恐怖を感じるか。仮に巨大で現実との区別がつかないほどリアルな無境があったとしよう。そこには別れがなく、誰もが満足感と幸福を得ながら永遠に楽しく生きていくことができる。あなたはその中で暮らしたいと思うか。なら、その美しい夢が壊れ、あらゆるものが消えてしまうとしよう。友人、家族、赤の他人、そして爽やかな風、空を飛ぶ鳥、星々、最後にはあなた自身も。全員、彼らの記憶の中の全員、その笑顔も涙も、果たした約束も果たせなかった約束も、最後には全てが定められた結末に向かっていく。旅立ちの時からその旅の終点を知っていたとして、あなたはそれでも旅を始めるか。難しい問いだということは分かっている。今すぐ決断する必要はない。言っただろう、答えは重要ではないと。耳を傾け、手で触り、考える。そうすることで感じ取れるものがある。それを大切にして、その感覚を頼りに選択すればいいんだ。それで最初の質問に戻るが、あなたは私のことを覚えているか。
わかった。面白いな。さっきは無数の似て非なるあなたが、それぞれ全く違う答えを出しているようだった。今のが本当に最後の質問だ。ありがとう。私たちには、それぞれ進むべき道がある。ここで別れることにしよう。金色の夢が今にも動き出そうとしている。これから訪れる長い夜、あなたは多くの挫折を味わい、数々の悲劇を目の当たりにするだろう。やがてその目には色あせたモノクロの世界しか映らなくなる。その世界には一抹の赤が現れるが、瞬く間に消えてしまう。だが信じてほしい。あなたが決断を下すとき、その赤は再び現れると。あなたは私の言葉の意味をよく噛みしめ、そして目覚めの世界へ帰るといい。私たちが探している答えはそこにある。そんな目に遭うとは。くれぐれも気をつけろ。お前は奥室に対する耐性が低いようじゃ。何、気にすることはない。夢と現実は相反するものじゃからな。お前が寝とる間に列車はピノコニーに到着したぞ。かつての辺境の監獄も今では豪華なホテルに変わっておる。車掌として今のピノコニーには興味があるが、俺は列車から降りられんからな。代わりに存分に楽しんできてくれ。荷物をまとめたらいつでも降りて構わん。美月ちゃんは客室車両におるから会いに行ってやれ。お前と一緒に出発するのを待っておるぞ。ナノ、まだ荷造りしてるのかな。起きた？準備は進んでる？あ、幼児ちゃんと姫子は先に降りてるよ。うちはあんたと一緒に行こうと思ってここで待ってたんだ。どうする？今から幼児ちゃんたちと合流する？宴の星、ピノコニー、宇宙で一番大きくて豪華な遊園地へ出発！って複雑すぎない？10回以上も検査を受けて、スーツケースを何度もひっくり返されて。あいつらあんたの性格を取り出そうとするんじゃないかと思ってヒヤヒヤしちゃった。ある意味ファミリーって本当に寛容なのかも。でも苦労が無駄にならなくてよかった。このホテルのロビーってすっごくゴージャスだね。あのずらっと並んでるのって全部客室？何人くらい泊まれるんだろう。うちらの部屋はどれかな。ほら、幼児ちゃんたちはフロントに並んでるはずだから、うちらも早く行こう。ホテルレバリーへようこそ。忘れられないリゾート体験をお楽しみください。チェックインが必要な方は
フロントまで進んでくださいね。僕はミーシャ、ピノコニーのスタッフです。よろしくお願いします。荷物をお部屋に。あんた早くこっち来て、なんか変な感じがする。荷物をお部屋に運ぶ必要がありましたら、いつでも気軽に声をかけてくださいね。そう、お連れ様が待ってますよ。ホテルレバリーへようこそ。忘れられないリゾート体験をお楽しみください。荷物をお部屋に運ぶ必要がありましたら、いつでも気軽に声をかけてくださいね。はい、ホテルレバリーは客室を提供するだけでなく、ピノコニーの現実と無境をつないでいるんです。銀河各地から来たゲストの方々はここで無境に使って美しい旅を始めるんですよ。安心してください、ホテルのドリームプールは快適な無境体験を提供していますので。え、それは僕に聞いてるんですか？そうですね、悪くはありません。ここに来る多くのお客様からいろいろな冒険談を聞けますから。奥が深い質問ですね。全ての夢が偽りとは限らないかと。少なくともピノコニーの夢は違います。ピノコニーの夢はもう一つの現実と言うべきでしょう。夢の中に入れば僕の言ったことを理解してもらえると思います。ピノコニーはお客様の期待を裏切りません。はい、現実のピノコニーはこのホテルですが、夢の中のピノコニーは奇跡が生まれる地、豪華な楽園で盛大な宴がいつまでも続く場所なんです。その素晴らしさを言葉で表現するのは難しいですね。とにかくお客様もきっと驚くと思いますよ。よく知ってますね。あれはファミリーが提供するチャンスであり、宴の星の伝統でもあって、みんなが一堂に会して喜びを共有しながらチャンスを追い求め、己の全てをかけ、最後には夢を現実のものにするんです。ピノコニーで楽しい休暇を過ごしてくださいね。ねえ、どうしてフロントにこんなに人が集まってるんだろう。列車から降りたばっかなのに、またトラブルとかじゃないよね？申し訳ありません、システム上にはお客様のおっしゃるお名前がなく。でも請求列車が受け取った招待状にはもう私たちの部屋を予約したと書いてあったわ。もう一度確認してもらえないかしら？かしこまりました。もう一度お調べいたしますので少々お待ちください。請求列車、プラチナルームを合計4室、それぞれベルト王様、姫子様、三月七日様、それから炭鉱様、やはりこの4名様の予約情報しかございません。ああ、ホテルの予約情報に君の名前がないらしい。そういうことか。道理で登録情報に彼女の名前がないわけだ。ファミリーに返信した時、彼女はまだ列車に乗っていなかった。こういうのはどうだ？俺たちと旅をしている炭鉱は急遽予定が入って宿泊できなくなった。だから炭鉱が予約していた部屋をこの子に譲ってもらえないか？これなら人数も変わらないだろう。この子は私たち請求列車の新しい乗客なの。
彼女の身元は保証するわ。それは急に申されましても、ちょっと。いえ、あなたの身元を疑っているわけではありません。ただ調和セレモニーを目前に控えた今、ピノコニーは今琥珀期で最も重要な瞬間を迎えている。さらにファミリーの招待を受けた銀河中のゲストたちがこの場所でひしめき合っている。ホテルの警備は厳戒態勢で、少しのミスも許されない。いきなりあれこれ言われても、こちらのお嬢さんに決定権があるわけでもない。請求列車の諸君、あまり彼女を困らせないように。俺たちのチェックインに問題があり、迷惑をかけていることは謝ろう。ところで君は？僕はアベンチュリン、カンパニーの戦略投資部所属。ダイヤモンドの下で不良資産の清算を担当してる専門家さ。今回は時計屋の招待を受けてきたんだ。ああ、それと君たちの後ろで順番を待ってる宿泊客でもあるね。ここは私に任せて。スターピースカンパニーもピノコニーから招待を受けたと聞いてるわ。あなたがその代表者なんでしょ？カンパニーのエリートはやっぱり品があるわね。それほどすごい人なら、私たちのために便宜を図ってくれない？僕の聞き間違いかな。便宜を図る？それは僕が君たちに言う言葉だと思うけど。もうここで10分以上待ってるんだ。僕にとって十数分がいくらの信用ポイントに値するか、わかるかい？きっと天文学的な数字でしょうね。アベンチュリンさん、だからこそ今ここには見逃せない投資があると思わない？カンパニーの影響力は全宇宙に広がっていて、当然その言葉にも重みがある。あなたの肩書きを使って彼女の保証人になってもらいたいの。そうすればあなたは貴重な時間を節約できるだけじゃなく、新しい友達を作ることもできるわよ。それは面白い。それでその友達は僕に何をもたらしてくれるのかな？それはもっと面白い話になるわ。同じ時計屋の招待客同士、まずはピノコニーで荷ほどきを済ませて、それからゆっくりお互いのことを理解していくのはどうかしら？構わないよ。でもナビゲーターのお姉さんに一つ忠告しておこう。僕が手を出せば、その節約された時間は君たちが僕に与えたものではなく、僕が自分のために勝ち取ったものになる。わかるかい？うん。でも後半の言葉はすごく気に入ったよ。友達、そう、友達以上に貴重なものはない。七死人のような嘘偽りのない開拓者ならなおさらだ。これからの僕のピノコニーの旅は、君たち開拓にいろいろと世話になることもあるだろう。ぜひ一緒に楽しい時間を過ごそう。そう言ってもらえて嬉しいわ。それじゃあ保証人の件は？お嬢さん、見ての通りだ。ここは僕の顔を立てて、こちらの女性をチェックインさせてあげてくれ。僕はファミリーのサンデーさんと約束があるから、後で彼に直接この件の対応をお願いする。君には迷惑をかけないようにするから安心して。ですが。あれ、落ち着いてください。ファミリーとしてストレスを与えた状態でお客様を夢に入らせるわけにはいきません。噂をすればなんとやら、誰かと思ったらピノコニーで最もハンサムな男サンデー、それに宇宙に名を馳せる歌手ロビンじゃないか。
ピノコニーで最もハンサムな男ですって。本当に面白いわね。お待たせしました、アベンチュリンさん。こちらへどうぞ。場所を変えてお話ししましょう。請求列車の皆さん、こちらで少し休んでいてね。え？あんたって。ねえ、ちょっとあんた。じゃなくて、あなたはまさか。歌手でイプシロンのスーパースター、傷つく誰かの心を守ることができたならってあなたの作品だよね。あら、こんなに可愛らしいお嬢さんまで私のファンなの？あ、やっぱりあのロビンなんだ。まさかこんなところで本人に会えるなんて。私も皆さんにお会いできて光栄だわ。君もそこにいる彼と同じくピノコニーのファミリーの一員なのか？正直に言うと、私もあなたたちと同じゲストなの。ピノコニーは私の故郷だけれど、大人になってからここを離れて、今回は招待を受けて調和セレモニーで歌うために帰ってきたのよ。あなたの言っているサンデーは私の兄で、ピノコニーの意思決定者の一人、そして今回の調和セレモニーの主催者でもある。だからあなたたちが困っていると聞いて私を連れて助けに来たの。でも来るのが少し遅かったみたいね。チェックインで不快な思いをさせてしまって本当にごめんなさい。ご心配なく。アレイにはシステムの障害を早急に修正するよう指示しました。またお詫びとして皆さんのお部屋のタイプをアップグレードしましたので、後ほどお部屋にご案内いたしますね。アベンチュリンさんはオーク家との約束があるため先にチェックインされました。彼に代わって請求列車の皆さんにお詫び申し上げるとともに、今後あなたたちと良い関係を築いていけることを願っています。間に入ってくれてありがとう。だが俺たちだけ部屋をアップグレードするのはまずいんじゃないか？同じように招待を受けた派閥の客も少なくないと聞いているが。ご安心ください。ファミリーが責任を持って対応いたします。ピノコニーにいらした皆さんのため、私たちは実質的な管理者として問題ごとを解決する義務がありますので。貴重なお時間を取らせてしまい申し訳ありませんでした。これ以上の邪魔はいたしません。ピノコニーでの滞在中、必要がありましたらいつでもファミリーがお手伝いしましょう。夢の中で素敵な時間を過ごしてね。はぁ、本当に波乱だらけ。あのサンデーさんが保証してくれたならもうチェックインできるはずだよね。え、あれってただのあだ名じゃないの？あだ名だと思うわ。ピノコニーやファミリーの何らかの掟なんじゃないかしら。さあ、もうロビーに並んでる人もいなくなったし、アレイさんのところに行きましょう。請求列車の皆様、チェックインが完了いたしました。先ほどはご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ありませんでした。こちらは皆様の無効パスポートです。ホテルのルームキーとなっており、ホテルレバリーで必要な機能や情報が全て集積されておりますので、スマートアシスタントとしてもご利用いただけます。また、このパスポートは一つとして同じものがないので、ピノコニーならではの特別な記念品でもあるんですよ。無強パスポートに備わっているチェックイン機能を利用することで、夢の中での出来事を記録して、いろいろな楽しい体験をしながら
自分だけの無教手帳を作成することができるのです。詳しい使い方につきましては無教パスポートに詳しいガイドがございますので、そちらをご覧ください。それでは、ピノコニーで美しい夢を心ゆくまでお楽しみくださいませ。客室へはあちらのエレベーターをご利用ください。やった！早く行こう！夢の中の世界、ピノコニーは夢を光り輝く大都市に変えたって言うけど、一体どんな感じなんだろう。楽しみ。この通路を進めば客室エリアに着くわね。ずいぶん長い通路だな。このホテル少し大きすぎやしないか。そんなに高いところか。やっと着いたわね。みんな、とりあえず部屋に荷物を置きましょう。ベルトは私と先に一杯どう？ピノコニーはスラーダが有名なのよ。話してみろ。俺たちは同じことを考えているかもしれない。列車が受け取った招待状を覚えてる？ああ。ファミリーのゲストをピノコニーに招待いたします。他のゲストと共に盛大な宴にご参加ください。この招待が届いたからこそ俺たちはここに来た。よく覚えてるじゃない。でもその招待状には続きがあったの。夢の中で不可能を見届け、ピノコニーの父時計屋の遺産を探し出し、生命体はなぜ眠るのかという問いにお答えください。招待状にそんな一文があった記憶はないが、そこに何らかの暗号が含まれているということか。そこが考えさせられる点なのよね。ファミリーから届いた招待状は
オルゴールでゼンマイを巻くとメロディーと一緒に音声が流れるというものだった。でも私たちの手元に届いた招待状は少しおかしくて、再生される音楽の後ろにいくつかの不協和音が混ざっていたのよ。その雑音をダビングしたら、列車が跳躍する時の重力波の周波数と完全に一致したの。そして列車のエンジンの空間曲率をシークレットキーにしたところ、さっきの一文が得られたってわけ。七死人がよく使う救援要請の手段だな。まだ結論は出せないわ。仮面の愚者のいたずらかもしれないし、手口だけ見ればリドラーや問いかけの魔物にだってできるもの。いつ気づいたんだ？あんたたちがラフの性格を処理しているとき、すぐにパムに知らせたわ。だからさっき自分から彼の相手をしたのか。あのカンパニーの使者も時計屋という名前を口にしていた。おそらく同じような暗号を含んだ招待状を受け取り、同じように解読したんだろう。もう一つ気になっていることがある。招待状に言及したとき、あのファミリーの意思決定者はピノコニーにいらした皆さんのため、私たちは実質的管理者として問題ごとを解決する義務があると言った。今考えてみると、あの言葉には限界の意味が含まれていたような気がする。それに、彼の横にいたロビンという女性。歌のことはわからないが、彼女の声は少し変だった。ステージで歌を披露する歌手があんな声をしているものなのか。あんたはファミリーが招待状の差出人ではない上に、何か隠し事をしているんじゃないかって疑ってるのね。ありえない話じゃない。ファミリーが他の派閥を招待すること自体普通ではないからな。姫子の発見は第三者が関与していることを示唆している。列車での発言を撤回しよう。この宴は厄介だぞ。ところでどうして子供たちに伝えないんだ？これがピノコニーやファミリーの内部の問題なら、私たちが軽率に介入すべきじゃないもの。だが姫子の言うように、この件は開拓と関係しているかもしれない。ええ、そう言ったわね。だから出発する前に美月ちゃんと炭鉱には話したの。なるほど、知らなかったのは俺だけか。あんたは道中ずっと寝てたから伝える機会がなかったの？一体どの勢力が招待状を送ってきたのか、多くの派閥をピノコニーに集める目的は何なのか、ファミリーはなぜ黙っているのか、今回の旅は謎だらけね。もう少し事実が明らかになるまでむやみに行動することは避けた方がいいわ。当面はパムに頼まれたことに集中して情報を集めながら素敵な休暇を楽しみましょう。ピノコニーは宇宙でも有名なリゾート地、ほとんどの人は一生来られないようなところだから、部屋に戻って休んで準備ができたら無境に入りましょう。部屋に戻らないと。夢の中に入る前にもう少しみんなと話しておこうかな。